はいどうも、りょうへいです。そして、りゅうやです。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日、翔平 TV 紅白戦2試合やって、りゅうくんのナイスピッチングがありまして、ちょっと動画前後しちゃってるかもしれないんですけれども、そんな中で、ひときわ目立つグローブをね、持っていて、僕も見た瞬間、おっと思っちゃったんで、ピッチングもさることながら、こっちも見てほしいと言ったところで、まずね、ちょっと今日グローブ、とんでもないの2個持ってきてくれているので、そちらちょっとご紹介の方させていただければと思います。お願いします。はい、じゃあ、まず今日ねマウンド上がってたので、そのピッチャー用をちょっと紹介してもらえたらと思います。それが、はい、こちら。はい、こちらです。はい、わ、これうまくちょっと見せてくださいよ。はい、ギャラシー。はい、これは水のプロ。水のプロです。保管のところが特殊の、これはまさか前田健太投手元にじゃないでしょうか。うわー、初めて会ったかもしれないです。なかなかいないじゃないですか。まあオーダーか、まあ普通のグローバルエリートでもあるっちゃあるけど、あんまり出てないじゃないですか。あんまいないです。かなり珍しいなっていう。で、色がこれロイヤルブルー、ディーブルーじゃないかな、ロイヤルブルーかなって感じなんですけど、で、はみ出しとヘリ側とレースが赤です。赤1個前に使ってた前田健太。あ、そっか、今じゃない、昔の1個も去年のですかね。はい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 。うわー、で、ちょっと補給面見せてもらうと縦閉じですね。あ、前田投手縦閉じじゃないですよ。いや、横閉じで、自分は縦閉じを使ったことがなかったんです。あー、なるほどなるほど。なんかこだわりってありますか。こだわりは、横型にして握るんですけど、はいはい、けどやっぱ土手は硬くして。なるほどなるほど。やっぱ土手が潰れちゃうと、ピッチャーって握った時に柔らかいと、うん、あんまり良くないで、まあ、力が入らないっていう方もいますよね。だからちょっと硬くしてもらって、はいはいはい、まあ縦閉じにして硬くしたって。なるほどです。そしてちょっとはめさせていただけるところなので失礼します。あ、 5DNA 気づかんかった、見えるかな、ここに入ってるんで、 5DNA テクノロジーで、まあフィット感アップってことですよね。はい、失礼します。あ、でけえ、13かな、前田投手モデルなんで。確か通常が13でサイズ1個上げてるんで。じゃあ1cm 上げてる、 0.5。 あ、はいはい、じゃあ14ぐらい、いっちゃえば小さめの外野用と同じぐらいの大きさってことですよね。あ、確かに縦閉じのグローブって大きい方がいいかもしれないですね。水のプロですよね、はい、この革質重厚感たまんねえわ。思ったんですけど、横で使ってるじゃないですか、はい、横にしてもポケットかなり深いなっていう。深いです。まあ普通にどん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 、まあ、これが一番深い状態じゃないですか、はい、でこうなってくるにつれてどんどんポケットって浅くはなるじゃないですか、はい、でもやっぱ大きい分なのかなっていうのと、縦閉じがあるからポケットを横にすると潰れやすいんですけども、しっかりと奥にポケットがあるっていう、まあフォークボールとか握り替えをよくする人なんかはかなりやりやすそうなグローブだなっていう感じがしますね。お値段の方、はい、値段は5万円ぐらい。うわー、さすが水のプロ。軟式でってことですもんね。軟式です。やーば、あー手出してえけどな、マジでかっこいいよ本当に。やっぱここは前田投手にしたくてって感じですか、王冠スタイル。いや、そこは他ので決めてなくて。あー、他にアキシってやつがあったんですけど、はいはいはい、ここがベルトが違うやつですね、はい、けどそれよりこっちの方が、うん、玉はみがいいかなって思って。そうですね、色変えれるから色の違いがよく出やすいっていう点だと、この前田投手の王冠はいいですね。ありがとうございます。はい、じゃあもう一個グローブなんですけども、まあよく紹介してるかな翔平 TV では。でもまあ見たことはないカラーリングっていうので、ちょっとご紹介してもらおうと思います。そのグローブが、はい、こちら。お、たまらんな、これはたまらんな。はい、源田選手モデルで間違いないでしょうか。はい、おお、オーダーですか。いや、製品です。はい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 、製品で紐全部変えたって感じ。紐は高校まで黒で使ってて、はいはいはい、引退してから自分で紐変えました。自分で、はい、オタクやんっていう。やば。じゃあ公式用。公式用ですのプロステータス。はい、はー。あ、刺繍は後から入れなんですか。刺繍は後から入れました。へえ。高校の時ライヤーだったんですか。高校の時はピッチャー、内野、外野、いろんなとこ守ってました。おお、ヘルマンかな。なんかこだわりとかってありますか。こだわりはポケットを深くしてやっぱ取りやすくしたいっていうのが自分の思いなんですけど、はいはいはい、このグローブを使っててやっぱちょっとエラーが
多いので、うん、もうちょっと変えていけたらなと思う。あ、まあ、公式の時に使ってたグローブで確かに軟式だとちょっと取る感じがポケットも変わってくるかなっていう方もいるので、はい、そうですよね。そこだって最近ですもんね、軟式で始めたのも、はい、慣れればもう速攻こんなんでもたまらんプレー連発すると思うんで、はい、ちょっとこちらもはめても大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。失礼します。あー、広い、広くて丸くて深い、ソフトボールを包み込むような手の感覚で公式球掴みにいってるような感じじゃないですか。はい、なるほどなるほど。で、親指かなりしっかりしてますね。しっかりしてます。プロステータスの皮って水のプロとかっていうよりかはどちらかというとカチッとしてるじゃないですか。はい、でもなんかちゃんとお手入れされてるからかもちっとしてるんですよ。はい、グローブ好きっすね。好きです。すげえわかる、本当にわかる、このグローブ好きな感覚が。じゃあもう高校の時はこれでもパシパシパシと。高3の時に買って、はいはいはい、最終の大会で使いたかったんで、それで買ったんですけど、まあ最初はちょっと硬くて。プロステって硬いですもんね。間に合いました？いや、湯もみして。自分で？自分で。えぐ、高校生で自分で湯もみ、ぶっ飛んでる。これポケット畑山ですか？青いの。最終的には畑山ですよね。うん、触った感じすぐ分かりましたね。いやー、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ということで本日は紅白戦に参加していただいた、視聴者様のグローブ紹介をさせていただきました。富士見ののれん目とか練習試合とかで当たってる格上チームの選手なので、またどこかでグラウンドで、まあ、翔平 TV イベント以外でもお会いできたらなって思ってます。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう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 。こちらね、ハマザーのグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要あるのか、重要あるのか。いや、もうそれだって伝統のハマザーさんだからね。そう、伝統のハマザーさんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、あの、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ、初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい。そうですね、言い訳だけどね。そう、ロンT120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ補給面はまあしょうがないですよね。磨きます磨きます。良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます、前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画、今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんで、ちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね、10月末はデサントのグローブ、内野手を、で、11月がこちら。なので皆さん、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。